ガルフストリーム3ガルフストリーム3はガルフストリームエアロスペースが開発、製造していたビジネスジェット機。前作ガルフストリーム2の大幅な改良型である。ガルフストリーム2の燃料タンク配置を見直し、主翼端を1.8メートル延長、ウィングレットを装備した。また、胴体を0.6メートル延長し、キャビンを拡大している。その他の機体の概要は変わらず、 TGB 翼に後退翼の主翼を持つ。エンジンは、胴体後部に、ロールスロイススペーターボファンエンジン2機を装備。アメリカ陸、海空軍及び沿岸警備隊において、C-20 の名称で、VIP 輸送機としても用いられている。このうち C-20E は、空軍独立後の米陸軍が初めて公式に運用したジェット機となった。出展、テーラー。 ジョン・ W. ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1982から83、ジェーンズ・パブリッシング・カンパニー・リミテッド・ピアニッシも、383から384、ISBN978 から0710607805、初見性能ウィキメディア・コモンズには、ガルフストリーム3に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。